ません、前から失礼します。8割ワインの赤です。ポテトサラダ、鶏味噌、ピリ辛メンマ、豚肉と水菜の梅肉あえ、ナスの揚げ浸し、真ん中が、あ、こっちか、こっちがカツオポン酢、真ん中が明太マカロンですね。品数多いですよね。品数多いですね、うち。ウイスキーバーですね。ウイスキーが、まあ、かなりモルトウイスキーが種類たくさんあるバーですね。珍しい、例えば山崎だったり各種だったり、最近人気で買えないウイスキーとかも置いてます。いいやつだと18年とか15万ぐらいする酒なんで、はい、ネットで買おうと思うと、はい、まず買えないお酒ですね。この山崎なくなったらどうなるんですか、このボトル。なくなったらな、もし次買えなければもうこれで終わりです。あ、そういうことなんですね。そうですね。こういうちょっと変わったラベルの、はい、あの高台社が出してるんですけど、進撃の巨人とあのスコッチウイスキーがコラボして。へえ。買おうと思うと結構ネットで高い金出さないと買えないような。ちなみにおいくらぐらいなんですか。今ネットだと多分2万ぐらいするんじゃないですかね、はい、多分。あとはウイスキーがちょっと苦手っていう方には、焼酎もちょっと珍しい焼酎がいくつか用意して、はい、小形間酒造さんが出してる、はい、の浜亀っていう、はい、芋焼酎なんですけど、これ鹿児島の指宿でしか買えない限定の芋焼酎、はい、すごいスッキリ飲みやすくて、お湯割りとかにすると香りが立ってめちゃめちゃ美味しいです。あの焼酎ですね、もうここ名古屋だったらここでしか飲めないって感じ。ほぼ多分ここ以外で飲めるとかないんじゃないですかね。あとはまあちょっとウイスキーにも特級時代っていうのがあって。何ですか。特級1級2級っていう時代があったんですけど、はいはい、1989年にこの特級という標識がなくなったんで、はい、それ以前のボトルですね、まあ、今2020年まで30年から40年前のボトルです、はい、こういう珍しいお酒も飲めますね、まあ、あと一番の売りはハッピーアワーですね。3杯飲んで1100円なんですよ。おつまみもついて、まあ、かなりこれでもう結構酔えますね。そうですよね。3杯飲めるって1100円で3杯はなかなかないですよね。安い酒屋並みのレベルなんで、はい、まあ、見ても楽しい、眺めても楽しいし、まあ、気になるものがあれば飲んでいただいて、美味しいですね。お待たせしました。じゃあソーセージ、カマンベールと生ハムチーズです。どうぞ。はい、どうぞ。もう駅近、もう改札出て100メートルのところです。さすが、もうおしゃれね、これ、うん、
れは。地味に。ありがとうございます。行かないんですか？最高店長とかに。ありがとう。鶏とうずらと豚です。はい、失礼します。こちらが一番メインの串カツソースです。この鶏串カツソースはお醤油が入ってるので気持ちさっぱりしてて和風です。でもっとさっぱりしたのがお好きな方は醤油をおかけください。こんにゃくと、ジャコネギ冷ややっこっていう、いつもあるわけじゃないんですけど、心から。でもね、昨日ちょっと味見したけど、マジうまい。マジになってきた。ぶん殴られるぞ。バリバリよ。